はい、こんにちは、バートマンです。エネゴリーです。はい、はい、今日もですね、はい、ちょっと YouTube の方に質問があったので、はい、今日も質問コーナー、はい、質問答えコーナー、イエーイ、はい、ありがとうございます、コメント、はい、はい、ちょっとアンプの、音作りについてですね、はいはいはい、ちょっと質問だったんですけど、はいはい、ちょっと、内容がですね、見ました、まあ、ちょっと投稿くれた方の、うん、が参考にしてるギタリストの、うんうん、先輩ギタリスト、先輩ギタリストの方が言ってる内容で、はい、トランジスタと真空管では根本的に音の作り方が違うからということで、うん、トランジスタと真空管は違いますね、根本的に、はいはい、でトランジスタアンプの場合は、うんうん、全てイコライザーを5にしてから各ノブを引き算して全部5にして音作りをすると、はい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 、で真空管アンプはイコライザーをフルテンにしてから各ノブを引き算にしていく、ここ引き算していく、で足し算すると元々備っているギターの音色が不自然になると、足し算をすると元々備わっているそのギターの音色が不自然になる、いわゆるギターの元々の音が変わるっていうことですかね、おっていうことを教えてくださって、はい、投稿をくれた方はそれを実践してうまくいっていますが、はい、ちなみに末松さんはこの考え方はどう思われますか、ね、なるほど、っていうちょっと質問なんですけど、はい、これどう思う、これこれどうですか、なんか僕もよくこうなんか雑誌でも見たし、うん、人にも言われた、うん、言われたことがありますよね、その この場合はちょっとトランジスタと真空管アンプっていうちょっとくくりになってますけど、うんうん、なんかそもそも音を出してる時に自分はこれでよくいいなと思って出してるのに、まあ、福岡にいた時だから、まあ、どんな音出しとてお前とかって言われてとりあえず人によってJC とかでも、その時は JC とか使ってたんですけど、その時に一回ほらこう全部フルテンにしてイコライザーをとかって言って、うんうん、でここからちょっと出過ぎたのを弾いていけとかっていうのをよく言われたりとかしてたんですけど、ああと思いながら、なるほど、それは JC のトランジスタンプをトランジスタンプの銃で引き算しようとって言われたりしましたね。面白いね。でもなんか。なんとなく自分のやり方に戻しちゃいましたけど、ああなるほどそーっとねなるほどこれどうなんですかね、こうなんかよく 見るっちゃ見る、聞いたりとかもする、うん、なんかこうなるほど、したないなんか俺ね正直今の質問っていうか質問は聞いたことがないのよ、うん、ねフルテン伝説はあった、マーシャルをもう全部フルテンにしてバリバリ弾くと、はいはいはい、でなんでかっていうとそれは要はもう昔 PA がなかったからバコバコに音量出さないと、要はほらなんか野外とかウッドストックとかさめっちゃ広いところだからめっちゃ出そうぜってことだったんだと思うんだわ、はい、その音がいいからその音がほら収録されてるじゃない、あそうです、ね、だからそれに憧れた人たちというかその音に憧れた人たちがそれと同じ音出したくてそういう風にやるんだなとは思ってたんだけど、これは初めて聞いたんだよね俺、僕は知ってる限りで、まあ、まあもちろん間違っているような情報もあるとは思うんですけど、僕は知ってる限りで調べた限りでの話をしますと、うん、はい、まずは、はい、ギターアンプというのはそもそも、EQ がまっすぐじゃないんだよね、オーディオアンプとかと違ってもう全部フラットってわけじゃなくて、はい、鼻からちょっとミッドがに寄った作りになってるんだよね、ああいわゆるまあ極端な話イコライザーがゼロの場合イコライガーイコライガーがこれからイコライって言おうぜイコライですよイコライが何イコライがゼロの場合でもそういうもう特性が出てるっていう、それがだからゼロの場合っていうか、まあ、例えば全部5にしたらとかでもそれはね実はねとかっていう話だ、まあ、とりあえずその、まあ、どんなアンプでもミッドが強いというようなことで覚えといて、はい、それで、はい、でもとはいえそのこれが一応フラットだと、これが一応フラットだとしても、うん、そのフラットになるまでその基本こっから始めようぜみたいな、うん、EQ の場所ってアンプによって違うんですよ、あーなるほど、そう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 、だから例えばボックスとかマッチレスってゼロがフラットなんだって、お要はね足していく考え方、あもうスタートがいわゆるそのもう素材のまんまっていうのはもうゼロなんだ、
っていう、ここが基本姿勢ですよ。足してくださいってことは、要はね、イコライザーが全体上がっていくわけじゃないじゃん。ミッドが塊になって上がっていくわけじゃ、いくわけじゃなくて、アンプも、いわゆるその電子パーツによって、使ってるパーツによって、この帯域だけ上げるみたいになってるから、ピーキングなんだよね。要はそのピークがこう上がっていくような、こう。こういうふうな、EQ になっていくはずなんで、全部が上がっていかない。この低音の部分、ミドルか、トレブルかみたいな。だから、やっぱり上げていくと、そこだけブーストするから、デコボコにはなるよね。はいはいはい。ただ、もともとの持っている素材が、ちょっとへこみ気味かもしれないし、それでうまく調節を取れば。っていうかね、そもそもエレキギターってアナログの、超アナログじゃん。ここにヘッドホン つないでみればわかるけど、チャ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 って音しかしないのよ。ジリ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 みたいな。そうそう、それを大きくしてるんだから、まあ、ある意味作り込んでいく。率先して作り込んでいくっていうのがギターアンプだと思ってるから、俺は。これを素材のままいいように出すなんて1ミリも思ってなくて、要はその、シンセみたいにいじっていくもんだと思ってるんだけど、基本的にはアンプって。だから、ただ今一般的にはこれがゼロじゃないっていうのをアンプの会社によって決めてて、それがボックスとかだとゼロとか、ジャズコだと5だとか、はいはいはい、ジャズコも5じゃないよね、本当は5じゃないんだけど、なんかちょっとずれてるけど、それも年代にもよっても様々だから、ここでは語らないけど、ジャズコに関しては。はいはいはい、だし、フェンダーは、ベース0、ミドルが10、トレブルが0なんだよね。それが、まずはフラット、アンプのフラットって言われてる。だから、ベースとトレブルは、ツインリバーブとかね、スーパーリバーブとかそういうのはね、はい、全部ベースを上げ、ベースを上げていく、ミドルは下げていくっていうのが、基本ですね。なるほど。なので、はあ、そうそうそう。だから、今言われた考え方は、はあ、違うかもね。もしかしたら。まあ、こう、そうですね。うん、そうなんか、ちょっと、うまいことを先輩のフォローもしてあげたい気もするんだけど、それだと作れないかもなっていう気はするな。ただ、もしかするとね、まあ、先輩の用語になればいいと思うけど、イコライザーってあるでしょ、いわゆるその、グラフィックイコライザーっていうとか、あ、まあ、いわゆる、ね、DTM 上でやるデジタルイコライザーもあるけど、ああいうのっていうのは、基本的にね、足していくんじゃなくて、削っていくっていう、引き算が基本みたいなのが、結構ね、雑誌とかでも書いてあるんですよ。それのせいで、ちょっともしや、誤解があって、だからゼロから始まってるからさ、アンプのつまみが。それ以上下げれねえじゃん。そっか、10にしてから下げるのかって思ったのかもね。なるほど。それちょっとわかんないですけどね。もしかしたらもっと正しいこと言ってくれる人がいるかもしれないけど、一応僕が調べた感じだとそうだし、レコーディングとかでやってみても、まあ実際それがやっぱり一番いいかなという感じですかね。その考え方、フェンダーだと。ミドルは10みたいな感じで考えると分かりやすいかなとは思いますね。でもまた好みに合わせていくし、僕のアンプのそのボリュームを設定するっていうか、真空管の音になりますっけみたいな、EQ でみたいな動画があるんですけども、はいはいはい、それでも見てもらえば分かるけど、弦の音量に合わせて、いくから各弦の音量に合わせてこう EQ を合わせていくんで、あまりそれも関係ないような気もしますね。なんかこう、そうですね、なんかね、それこそね、昔トニー・ニョールタさんにちょっとのツアーに少し一緒に帯同させてもらって、こうお手伝いさせてもらったんだけど、なんかトニーニョさんとかね、ほんとね、全部のイコライザーね 0.5 とか1しくらいしか上げないの。あ、そうなんですね。なんかなんかこう、なんかこう、じゃらんじゃらんって弾いて、こうちょっとしか上げないね。ああ、そう、これ、ボリューム上がりますっけみたいなぐらいしか上がってなかった。だから、まあ、使い方はね、その人がそれで良ければ。ああ、まあ、そうですね。それがね、でもね、ちょだけだと、優しい、みたいな音が出るのよ。みたいなって言ったらいいか。ああ。の方が多分後から、だから、真似してると思うから。トニーニョさんの方が多分オリジナルじゃないかと思うんでね。不思議な、柔らかい人形がね、そうなんです。というわけでした。はい、はい、じゃあ次の質問に行きましょうか。はい。
実はそのヒリックスを使いこなそうという、動画の中で、はい、ヒリックスはスナップショットを使った場合、はい、チャンネルごとにアンプの設定を切り替えられないというか、うん、一つのスナップ、一つのバンク内での使うアンプは全部こう、ま、つまみを回してしまうと変わってしまうと。ああ、違うチャンネルのスナップショット。そうそうそう。ライブとかで使うのと同じで、ギターアンプを置いとくとさ、チャンネル切り替えたからっつって原価があったりしないじゃん。それと同じような感じですよってお話ししたんですけど、うん、実はそれも設定できますよと、あのコメントいただきました。ありがとうございます。勉強になりました、本当に。それ海外のサイトで。あ、そうそうそう。それ見ませんね。俺は絶対見ないね。ちょっともう英語で、まあ、もうちょっとですね。そうそう。そう。それで、その使い方がね、教えていただいたんで、ご紹介しようかなと思いました。はい。じゃあ、はい、ねぐりくん、ちょっと、ヒリクスをちょっと見えるようにして、まあ、チャンネルをね、切り替えてもですね、このチャンネルを切り替えても、はい、ここのね、アンプセクションがあるじゃないですか、はい、これを例えばベース、今5なんですけども、ね、ベースを、まあ、ちょっと6に しますよ。そしたら、こっちのチャンネルでもベースが6になっちゃう。だから1回選んだアンプの設定は変わらないと思ってたの。そうしましたところ、ここを要はチェンジしたい帯域、例えばベースとかドライブでもいいや、はい、それを長押しするでしょ、はい、長押しします。お、そうするとここにコントローラーどう動きますかみたいな感じで、どうコントロールしますかみたいな、スナップショットっていうのにするんですよ。おう、コントロールっていうところ。はい。で、パラメータはベースのところですね。はい。スナップショットごとに変えるみたいにするんですよ。で、もう一回押す、あ、じゃない。これでホームに戻るでしょ。はい。そうすると、ここがね、カッコがつくのよ。あ、変わりましたね、表示が。それで、まあ、これを6にするじゃない。はい。今、ちょっとあ、取れてるかな。あ、今、スナップショット1で動いてます。はい。これを、2に変えるとほら5にも戻る。ああ戻りますよね。そう6にも。ああっていう風にして、そのチャンネルだけっていうか、この一つのなんていうんだろう、これまあチャンネルというか一つのね、このスナップショットのスナップショット1、スナップショット2にごとにこうアンプはね切り替えれました。なるほど。はい。でそれがやっぱり嫌だったらこれをもっと戻せばいいんですよね。ノンにすればいいですよね。そうそう、何するともう全部が6になると。ああ変えると、うんうん、はい、というわけでした。はい、はい、まあこれで、はい、まああのあれだよね、なんていうの、その一つ一つの設定をアンプ変えたりできますね。あ、そうですね、うん、いやもう最初エフェクターをこう結構余分に並べないといけないかなとか、なんかそういう、だからチャンネルか、原因が上がらないんだったら原因を上げたもう一個同じフェンダーのアンプを横に突っ込んでみたいな、それをオンオフするような形になるかなと思ったり、そうすると結構パワー食うよなみたいなねと思ったりしたんだけど、これでね結構解決ですね。そういう風にしたい人は、うんうん、僕はね、それを教えていただいて、うん、なるほどと思った結果、やっぱり元に戻りますね。あ、このアンプという形にした方が分かりやすいかもしれない。いわゆるこう設定の確認が、まあ、やっぱり分かりやすいということですね。そうそうそう、やっぱりね、いろんなところをいじっちゃうと、うん、切り替えて、例えばほら今クランチはエフェクターで作ってますけども、うんうんうん、エフェクターで作ってるから、うんうん、そのエフェクターを変えればいいのかなとか、音色がちょっと変だったら、あ、なるほど、うん、歪み具合が嫌だったらエフェクターを変えればいいかなと思ったけど、思うけど、アンプが切り替えれちゃうと、うん、やっぱりちょっと難しいかなと思って、逆に、あ、うん、だからまあ怪我の巧妙みたいなもんで、うん、まあまあたまたま知らないでやったことだけど、うん、こっちの方が使いやすいかなとは思います。アンプは切り替えない方がね、うん、うんうん、それはそうは思いますか。やりたい人は、まあ、なんだったらアンプ1台だけにして、うん、エフェクターなしにして、アンプだけでこう切り替えるっていうのもあれかもしれませんね。ああ、なるほど。そうですね、うんうん。アンプの設定だけで、いろんなチャンネルリードとかできる方がいいかもしれませんね。うん、そういう人もいるかもしれません。うんうんうん、それも場合によってやってみてください。はい、よかった。はい、駆け込みギターラボという、オンラインサロンをやっております。皆様のお悩みや、将来の不安などをですね、拭い去るために、はい、皆さんに駆け込んでいただこうと思って作ったオンラインサロンでございます。ぜひね、概要欄の方にリンクが貼ってありますので、ぜひご覧ください。はい、
はい、それでは参考になったという方は、いいねボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。お願いします。はい、それではまた。